現在人気絶好調の僕のヒーローアカデミア、迫力のあるバトルシーンが見どころなのですが、心の葛藤や社会風刺などを盛り込んだストーリーも読者を夢中にさせるポイントなのではないでしょうか。ヒロアカって心を揺さぶられる話が多いよね。ということで今回は差別問題に焦点を置いた戦い、黒霧奪還作戦について解説していこうと思います。この動画はヒロアカ最新話までのネタバレが含まれているので、概要欄のジャンププラスアプリで最新話を読んでからこの動画を見てね。それでは行ってみよう。ヒロアカ最終章って今どんな感じになってるの？それでは最終章の概要から解説していきましょう。圧倒的戦力で攻め込んできたオールフォーワン率いる超常解放戦線に対して、ヴィランの戦力を分断し撃破する局地戦を仕掛けるヒーローたち。一方ヴィランサイドも戦況をひっくり返す個性を持つ黒霧やギガントマキア奪還のために各地に別動隊を向かわせていました。ギガントマキアが復活したらそれだけで戦況がひっくり返るし、黒霧のワープゲートが使われたら空飛ぶ UA 高校ではめている死柄木が脱走して抑えることができなくなっちゃうもんね。現在黒霧が収容されているセントラル病院にはスピナー率いる異形のボート1万5000人が攻め入り、各地で暴動が起きる中、異形たちを止めようと奮闘する庄司と甲田。もともと庄司は異形たちがボート化する予兆を一般女性から聞いており、ボートたちを説得するためにセントラル病院防衛線に志願していたことが明かされます。オールマイトから作戦の概要を伝えられた時にはこうなることが分かっていたんだね。異形たちの暴走は異形でしか止められないと確信していた庄司は、オールフォーワンによって思考できない化け物にされていたスピナーを相手取りながら必死にボートたちを説得し続けます。この時の庄司くん、争いはやめようとか暴力反対とかじゃなくて、その恵まれた力で未来の子供たちを守ろう、復讐者にならないでくれっていう表現が庄司くんの優しい性格が出ている言葉だなって思ったよ。まだ16歳の庄司ですが、スピナーとは比較にならないくらいひどい迫害を受けてきたにもかかわらず、それでも次世代の子供たちのためにより良い世界になるよう誰もが憧れるかっこいいヒーローを目指したということが明かされました。自分が過去に助けた女の子を思い出してたから、ずっと自分自身に言い聞かせてきた言葉だったんだろうね。公式ファンブックで庄司がマスクをつけ出したのは過去に女の子を怖がらせてしまったからという理由だったのですが、異形だったから怖がられたのではなく、溺れていた女の子を助けた後異形が人間に触れたということで血払いという迫害を受けてしまいます。それが原因で顔が傷だらけになってしまった庄司を見た女の子が、自分が溺れたせいで傷だらけになってしまったと自責の念にとらわれ、庄司のことを思って泣いてしまったということが明らかになりました。辛い過去だけど、庄司くんは異形の力で女の子を助けられたことがいい思い出として残っているんだよね。その思い出を大切にしている庄司は異形たちの個性を恵まれた力と呼び、過去を振り返って復讐するより子供たちの未来を守るために使おうとボートたちに訴えかけたことで、少しずつ戦況が変わりつつありました。スピナーと戦いながらボートたちへの説得を続ける庄司でしたが、超常解放戦線の異形幹部が庄司の言葉を遮り嘲笑い否定したことでボートたちの心は揺れ動きます。しかしここで甲田の怒りが爆発しました。気が弱くて大きな声が出せなかった甲田くんが初めて声を荒げて怒ったんだよね。 A 組で一番優しく穏やかな甲田が怒ったのは理由がありました。甲田家は母親も異形なのですが、若い頃に外見を理由に迫害されそうになったところを父親に救ってもらったと明かします。そんな思い出がある母は穏やかで優しい甲田に、大切なものが笑われた時ちゃんと怒れる大人になってねと伝えました。母の言葉を胸に刻んでいた甲田は、大事な友達の庄司が笑われたことに怒りをあらわにし、ヴィランに立ち向かったことで個性が覚醒します。頭から角が生えてきたけどどんな風に変わったのかな。甲田の個性、生き物ボイスは虫や動物と意思疎通ができるという個性なのですが、内気で気弱な甲田はその個性を生かしきれていませんでした。しかし友達を守るために覚醒した個性は
遠くの生き物にも声が届くようになり、その結果大量の鳥や苦手だった虫たちが一丸となりヴィランを飲み込みます。虫が大の苦手だったコーダくんを知ってるから、個性の覚醒シーンは感動したね。ちなみに覚醒技のヒッチコックバーズっていう技名は、洋画界の巨匠ヒッチコックの映画ザ・バーズがモチーフになっているよ。大量の鳥たちが人々を襲うパニック映画だから、コーダくんが使った技と一緒だね。庄司の恵まれた力で何を守るべきか、コーダの大切なものを守るための怒り、この2つの思いがボートたちに響き始めます。一方、スピナーはボートたちを引き連れセントラル病院に到達。ボートに発砲した警官を押しつぶし、黒霧の収容されている研究室に向かいます。結局庄司くんでも強化されたスピナーは止められなかったんだね。ボートたちを引き連れ研究室に突き進むスピナーでしたが、その途中医師や看護師たちが体を張って入院患者を守っている姿を見たボートは、自分たちの犯した過ちに気づき武器を手放し投降します。スピナーは意識が朦朧とする中、自分の言葉に多くの民衆がついてきていると喜び、友であるシガラキに見せようとするのですが、振り返ると誰もおらず、丸裸になった自分には何も残ってないことに気づかされます。スピナーは結局最初から最後まで何も手に入れられなかったってことだよね。スピナーの人生って何だったのかな。それでも黒霧にたどり着き、黒霧を呼び起こそうとするスピナーの前にプレゼントマイクが現れ、旧友であった白雲の名前を叫び、両者同時に呼びかけたところで372話は終了です。もし黒霧のワープゲートがオールフォーワンに奪われて、シガラキが空飛ぶ UA 高校から解放されちゃったら、その時点でヒーローたちの負けが確定してしまうから、黒霧が目覚めるのか白雲が目覚めるのか、ここが勝敗の分かれ道になっているのは間違いないね。ということで今回は黒霧奪還作戦の解説をしてきましたが、いかがでしたでしょうか。差別問題がテーマだから心がえぐられる描写が多すぎてハラハラするよ。今後も最終決戦の各戦場の状況を解説していこうと思うので、チャンネル登録をして待っていてくださいね。庄司くんとコーダくんがかっこよすぎてファンになった人は、推しの異形キャラをコメント欄で教えてね。それでは次回の動画でお会いしましょう。フルスウルトラ。